科学とは様々な物質の構造、性質及び物質相互の反応を研究する自然科学の一部門である。言い換えると物質が何からどのような構造でできているか、どんな特徴や性質を持っているか、そして相互作用や反応によってどのように別なものに変化するかを研究する。科学は様々な物質の構造、性質、 相互反応を研究する学問領域であり、自然科学の一部門である。科学は物質を製造、加工そして利用するために役立つ根本的な情報をもたらす。日本語では同音意義の科学との混同を避けるため、科学を誘導を読みして化け学と呼ぶこともある。科学は自然科学の一部門であり、様々な物質の構造、性質及び 物質相互の反応を研究する部門である。科学とは物質についての学問であり、科学はそうした自然の階層の中で言えば原子や分子という階層を受け持っている、と筑波大学の斎藤和也は説明した。日本の初大学の科学科の HP などでの解説も紹介すると、例えば富山大学の HP では、科学とは物質の性質を原子や分子のレベルで解明し、 化学反応を用いて、新しい物質を作り出すことを設計、追求する学問分野である、といった内容で説明されている。筑波大の斎藤によると、科学という学問を定義づけすることは難しく、それを無理に規定する意義もあまりない。科学は理学に含まれ、数学、物理学あるいは生物学などの、自然科学の中で、基礎科学、または純粋科学にあたる。 他の理学と科学の相違点は、科学は有限な元素が組み合わさった無限の物質が持つ多様性を取り扱い、さらに科学そのものが新たに物質を創造する役割を担うことである。科学という学問領域が取り扱う物質は、特に科学物質が中心となる。科学物質は原子、分子、イオンなどが複雑に絡み合いながら作られるため、膨大な種類にわたり、 そのすべてを含む壮大な物質世界、生命世界が対象となる。それゆえ科学は基盤科学と定義づけられる。物質を分子やその集合体の大きさ単位で扱う科学は基礎的であるがゆえに関連する学問は理学や工学から医学、薬学、農業、環境分野など多岐にわたる上、特に近年にバイオテクノロジーやエレクトロニクス、新素材や 高機能材料など現代科学の最先端技術に新物質や設計、製造の新手段を発明する上で欠かせないものとなっている。原則的に近年の科学ではすべての物質が原子からできているとの仮説を採用し、物質の性質は原子自体の状態や原子同士の結びつき方で決定されると考える。したがって繰り返しになるが基本的に現代の科学は原子、 分子レベルでの物質の構造や性質を解明して、また新しい物質や反応を構築して、物質とは何かに関する知見を積み上げる学問である。科学は典型的な蓄積型の学問である。取り扱う物質の種類は増える一方で、1980年代には600万種を超え、しかも年平均1手種が追加されていた。これらは基本的に減ることはないため、 それに関する情報は増加の一途をたどる。数世紀前の実験で得られた基礎的なデータですら重要性を失わない。同様に古典的な方法論も最新の量子論的手法と同じくらい高い価値を持つ。しかしながら学問としての科学の成立は遅い。数学、物理学、天文学などが2000年前の古代ギリシャで構築され始めたのに対し、 科学の一分野として扱うことができる近代的科学の方は18世紀末にフランスのアントワーヌ・ラボアジエの質量保存の法則やジョン・ドルトンの原子説が正しい方向付けをしたことに始まってから未だ200年程度しか経過していない。これは近代物理学の最初の到達点であるニュートン・力学がプリンキピアに書かれた年と比べ 科学の交流が100年程度時代が下ることを意味する。その短い歴史の中で、科学は大きな末広がりの構造を持つに至った。科学の基礎的な部分はほとんど固められ、根底から転換がなされる余地はほとんどない。ところが、物質に対する理解は進み、応用が広がる中で科学が担う役割はほとんど、すべての生産、製造に深く関わるようになった。さらに、 弱い相互作用を重視した新しい物質像の構築や自然との調和を実現するための環境科学など近年になって科学はさらに広がりを見せつつある。周期表は科学のバイブルとも言われる。詳細は原子を参照科学では物質の基本単位を原子としてその原子が持つ様々な性質を抽象的概念である元素として把握する。 原子論が確立した現代では、その特徴を理論的につかむ上で、原子核及び電子までの原子の構造から、原子番号、質量数、電気素量、イオン、同位体などを決定し取り扱い、核元素が持つ性質を理解する。原子が持つ周期的性質は、初期の科学が発見した一大成果である。この物理的性質の近似を生む要因である。 電子配置から核元素のイオン化、エネルギー、電気因精度、酸化数、原子半径や4半径などの特徴が理論付けられる。この周期率を簡略な表にまとめた周期表は科学のバイブルとまで呼ばれる。元素の性質を記述することは科学の中でも量子力学と統計力学が取り扱う。周期率は 量子力学の成立をもって初めてその本質が明瞭になった。原子内の電子配置は、ボーアの原子模型では限界があるので、波動力学のパリの配達原理や波動関数、そして電子のエネルギー順位で説明される。統計力学は物質の状態や性質などを挙手的に理解する上で、必須の方法論を提供し、実験の結果をもたらす上で大きな役割を持つ。 詳細は、化学結合を参照物質は原子から構成されるが、その原子が結びついて分子を作る。この結びつきを化学結合と呼び、これを理解することで化学は発展してきた。19世紀以前、原子間の結びつきは化学反応を説明するために考えられた。基礎的な概念にあたる化学神話力や続く電気化学的二元論や原子仮説が提唱されたが、 それでも一部の結合しない原子の組み合わせを説明できなかった。20世紀に入り、ドイツのバルター・コッセルがイオン結合を理論化し、それでも解釈不能な水素分子など無極性分子の説明に、アメリカのギルバート・ルイスとアービング・ラング・ミュアがそれぞれ独立に共有結合の概念を提案した。量子力学は分子構造論も進化させ、二原子分子の安定を説明した。 交換相互作用、分子軌道や原子軌道を明らかにした波動関数、金属結合の実際を自由電子モデルから進めたバンド理論などをもたらした、起死蓮の一位生体、左から、オルト、メタ、パラ、構成する原子の数と種類は全く同じだが、別の分子である。詳細は、分子を、参照分子は、その物質が持つ特性を維持したまま分割できる。 最小の単位と言える。静電気力で結合するイオン結合には方向性がないが共有結合は違法性がある。簡単な共有結合分子は原子価格電子対反発速で説明され、これに電子軌道の考え方を加えれば分子やイオンの構造についての理論的根拠になる。その一方で同じ種類と数の元素が組み合わさった分子でも、 その構造で物性に差があることが判明している。不正炭素原子と共有結合する4つの原子団が結合する位置の違いから生じる光学異性体や立体異性体やまた炭素などの二重結合部分が回転しないために生じる機械性体などは同一の構造式でありながら異なる性質を持つ分子となる。便ン環に結合する置換気の位置による位置位性体も一例に当たる。 エタン類など回転が可能な分子においても、立体障害などによる特性の際は生じる。さらに近年では、知恵の輪のようなカテナニや、サッカーボールもどきのフラーレンなど、風変わりな構造を持つ分子も発見されている。気体、液体、固体、そしてプラズマ間の構造焦点位の一覧詳細は、物質の状態を、参照原子や分子がある程度の量集まると、 特徴的な性質を持った集団を形成する。これを層と言い、大きく分けて、固体、液体、気体などがある。閉鎖系において物質がこれらの層を取るには、温度と圧力が影響し、相、律という法則に則っ,った状態を取る。これは物質ごとに合図というグラフで示される。気体は反応に乏しく、体積や圧力など、物理的性質や変化などを中心に扱う。 しかしそれらのマクロ的な振る舞いは、気体では分子が単独で存在する、というミクロな分子の構造や性質に由来する。なお、気体が電離した状態であるプラズマについても、プラズマ科学という分野で取り扱う。液体は分子間じからの点から気体と個体の中間にある、加熱や冷却によって、気化、蒸発や凝固など、層の変換を起こす。 これは科学における重要な物質生成手段である上流に関わる。また、二つ以上の成分でできた液体、溶液に関して、科学では溶媒と溶質による分散系の性質、浸透圧や粘性また表面張力、海面張力なども扱う。個体は基本的に原子が規則的に配列する結晶質と規則性に乏しく、 固体と液体の中間とも言えるアモルファスに分けられる。結晶質は複数の結晶構造をいずれかを取り、その性質を特徴づける。また、粒子の種類や力から分類される結晶には、金属結晶、イオン結晶、分子結晶、共有結晶などがある。結晶構造を持ちながら、液層的性質を持つ物質は、液晶と呼ばれ、一部に、 ベンゼン管のような平面の構造を持つ共通点がある。詳細は化学反応を参照複数の物質に混合、必要があれば加熱、冷却などの操作を加えると異なる化合物ができる。これを化学反応と呼ぶ。化学反応は物質を構成する原子間の化学結合の変化によって起きる。化学反応の前後では全体の質量は変わらない。 これを質量保存の法則という、化学反応は自然界において基本的にはある種の自由エネルギーを最小化する方へ向かってエネルギーが低い位置へ向かう発熱反応とより乱雑になろうとするエントロピーの増大という相反する反応を起こしながら平行に達する。化学ではこれら反応の法則性や利用法の解明が課題となる。 水溶液の性質を知る手段として体系づけが、始まった酸と塩基の関係は、科学では重要な項目となる。主に水に溶ける物質の性質分類が行われ、水溶液以外の状態も考慮して、と定義される。この二つは重要な化合物の組である。互いに、相反し中和反応を起こさせながら、科学並行し、水素イオン指数など、溶液の性質を決める。燃焼や、 金属精お及び腐食などの本質は酸化と還元で説明される。酸と塩基が反応の窓口となる。電子体が原子と一体になっているのに対し、酸化と還元は、電子が単独で動き反応を起こす。そのため、酸化還元は、電圧と密接に関係し、電流を生じさせる機構の基本的な原理にあたる。還元の代表的な用途は非金属の生成であり、酸化は、 生化学において重要なクエン酸回路に見られる。化学合成は単純な物質から化学反応を用いて複雑なまたは特定の機能を持つ物質を生成することを指す。分子量の小さな物質をつなぎ合わせて高分子を作る化学合成の代表例には重合反応がある。これは化学工業の主要なプロセスである。機能を持たせる化学合成の例は 医薬品製造やナノテクノロジーなどである。このような製造に関わる化学合成では適切な製品を効率よく作り出すことが求められ、化学の分野としては触媒や不正合成などが研究される。化学には研究手法や対象とする物質の違いによって多くの分野が存在する。しかし各分野間には関連領域が存在するため明確に区別することは難しい。 以下に例として代表的なものを挙げる。物理科学物理科学は、物理学的な理論や測定方法、例えば熱力学や量子力学的な手法や視点から、科学が対象をする物質を研究し、物質やその性質及び反応を分類する上で、基準を作り、そして分類する分野である。バルター・ネルンストが、著述、理論科学で唱えた、理論科学もほぼ同じ概念である。 また、コンピュータの進歩に伴い、理論式から計算によって、物質の状態を予測する量子化学や計算科学も急速に発展している。物理化学の方法論で生物を対象に行われる研究は、生物物理化学であり、これをコンピュータによる仮想的な体系でシミュレートする人工科学も提唱されている。無機化学無機化学は、有機化合物を除く全ての物質。 すなわち単体と無機化合物を対象とする広い分野である。講義には、作体を扱う、作体化学、生体内の無機物を扱う、生物無機化学、鉱物化学や地球化学、放射化学、有機金属化学などと、境界領域を共有する場合がある。有機化学有機化学は、有機化合物を扱う分野である。もともとは、 動物や植物など生物体の組織を構成する物質を対象として始まり、後に有機体以外から生成される有機化合物も対象に含まれて体系化された無機化学の分野とは相互補充する関係にある多様な反応をするため専門的な分野として特化している有機合成化学目的の有機化合物を得るために合成系列や反応方法などを相案する分野である 薬学とも密接な関わりがある。生物学との境界分野は、生物有機化学と呼ばれる。有機化合物の構造と性質の関係を研究する。分野は、有機構造論。特に立体構造に着目する領域は、立体科学に分けられる。天然には存在しない物質を合成して、繊維や高分子材料を製造するための研究は、有機工業科学と呼ばれる。 高分子化学高分子化学は分子量が1万から数百万にまで及ぶような非常に大きな分子である高分子を取り扱う分野でありその化合物は有機無機の両方を対象とするしかし実際には有機化合物を取り扱う割合が高い合成方法だけではなく機械特性や熱物性なども研究対象としている高分子の材料としての重要性から 工業とのつながりが非常に強い生化学性化学または生物化学は生物や生命現象を科学的な理論や実験手法を導入して研究する分野であり生物学と科学の両方にまたがる領域である酵素の研究を軸にホルモンなどのタンパク質や糖、核酸、脂質などの生体内の物質群や生体のエネルギー獲得や輸送及び代謝機能などを 扱うことが多い。生体高分子を扱うことが多いためだか、分子科学とも関連する、生命現象を分子単位で研究する、分子生物学や分子電学を含み、遺伝子工学などに応用される。また、組織科学とは細胞など組織中の特定物質が分布する状況を、化学反応を用いて染色させ判断する技術を言い、免疫組織科学もその一つに含まれる。 衛生科学とは物質が生体に及ぼす影響を研究する予防薬学分野の応用にあたる分野である。分析科学、機器分析科学、合成有機化学分析科学や機器分析科学は様々な物質を測定したり分離したりすることを目的とした実験や理論を研究する分野である。中でも機器分析科学は分析科学の中で分析機器を用いた 研究分野である。応用性が強く、実験室レベルの基礎科学から、工業生産物、臨床検査など幅広い範囲を対象とし、食品や薬品、農業、工業など様々な分野で重要な役割を担っている。合成科学は存在できる物質を知る分野であり、化学反応を用いて実際に物質を作り出すことを研究、開発する分野であり、 触媒科学や材料科学を含む応用化学応用化学は生産に関わる様々な技術や工程で用いられる物質や反応などを研究する分野であり生産する種類によって工業化学、農芸化学、薬化学などに細分化される競技では原料を化学製品へ転換し目的の物質を得る上で必要な一連の方法を対象とする分野である 工業科学を指し、日本では工学の一分野として応用科学と工業科学は同義にて用いられることが多い。工業科学では新しい反応や触媒の探求からプラントの設計まで実用上必要とされる幅広い事柄を取り扱う。一方で日本の大学に設置されている応用科学科と科学科の教育内容に違いはほとんどない。 環境科学環境科学は環境における化学物質の生成、反応、移動、影響や成り行きなどを研究する分野であり、これらが生物圏に与える影響を科学的に説明する。地球環境科学はこのような研究を地球規模の環境に対して行う分野である。上に挙げた科学の各分野を取り扱う対象で分類する。本校は 特に脚中がある部分を除き、筑波大学数理物質科学研究科教授、斉藤和也の分類を出展とする、原子核を中心に、原子核反応や、それによって構成される、新元素及びその性質を取り扱う分野が、核科学や放射科学であり、特に校舎では、放射能の測定において、分析科学的な方法も利用される、単体の分子を取り扱う分野では、 量子力学や計算科学の理論及び測定を用いる量子科学や光を調査の手段に用いる物理科学の領域に含まれる分子分光学があり、無機、有機の両方を含み化合物を扱う合成科学もこの範疇に入る部分が多い。化学反応を研究する分野には反応機構を取り扱う化学反応論。 反応速度をコントロールする手法を研究することを目的とした触媒科学などがある合成科学では反応機構を研究したり新しい科学反応を創造する分野はここに含まれる科学熱力学も反応における平行や熱を扱う分子の集まりを扱う分野はその全体構造や分子の運動について研究する構造科学や 目に見える物質としての分子集合体について、分子の持つ性質から物性を説明する分野である、物性科学などがある。高分子科学は特に分子量の大きな分子の集まりに見られる特殊な性質を研究の対象とする。同じ高分子に相当するが特殊なものと言える、生物、生命を科学的に扱う分野が、生化学、生物科学である、物質の表面に着目し、 その構造や現象などを研究する分野には表面科学や海面科学がある。これらは個体の触媒を使用する際の触媒科学とも関連する。コロイドが持つ特徴的な性質を理解する分野はコロイド科学と呼ばれる環境をマクロな視点で把握し、それが地球規模の大きな科学システムとして研究する分野が環境科学である。そして自然現象や 人間活動がこのシステムにどのような影響を与えるか、人工の物質が環境に拡散しどのような事態が起こるかなどを取り扱う。錬金術は現代科学を生み出す元となった詳細は、科学の歴史を参照縁は有機物の酸化反応によって放出される熱エネルギーの現れであるので、科学の歴史は人類が火を扱い始めた時から始まっているとも考えられる。 金や銀以外の金属は自然界において酸化物ないしは硫化物として産出されるので古代人は還元反応を知らないまま製銅器、鉄器などを製造する金属製錬をしていた科学は古代エジプトに起源があると言われるエジプト語で黒を意味するケミーがヨーロッパに伝わった科学を表す用語となり科学は黒の技術とも呼ばれた古代ギリシアにおける学問の発展は タリスの元素論に始まりアリストテレスらにより体制された。これらの系統とは別に中国、アラビア、ペルシャ等でも独自に科学技術が勃興した。このうちアラビアの科学分野では錬金術へと発展し中世ヨーロッパにおいて天文学、数学、医学と同様にラテン語に翻訳された。金を他の物質から作ろうとする錬金術が盛んになり、 様々なものを混ぜたり加熱したりすることが試みられた。結局、錬金術は不可能な前提の上で行われた徒労に終わったが、その複製物として各種薬品が生み出された。これらが科学の礎とされる。ただし、錬金術は秘密主義や背金主義、そして定量的な技術を持たなかった点から、逆に科学発展の阻害になったという主張もある。17世紀以降、 科学は近代的な方法論に則っ,った発展をはじめ、18世紀末頃から実験を通じて科学反応を定量的アプローチで解釈するようになり、19世紀に入ると原子、分子の組み換えが科学反応の本質であることが理解されるようになった。しかし、科学反応の中心原理が何であるかは、物理学が原子の成り立ちを解明するまで待つ必要があった。 すなわち19世紀後半に展開した原子核と電子に関する物理学がもたらしたアーネスト・ラザ・フォードの原子核モデルが化学反応が原子と電子の相互作用に基づくことを解明した。また20世紀に入ると化学結合の性質が量子力学で支配される電子の挙動に起因することが理解され、これが今日の科学の中心原理となる理論体系が構築された。 とは言うものの、今日において物理学の根本が量子論、相対論の時代であっても、ニュートン力学の価値がいささかも失われていないように、近代に確立した科学等量、オクテット則や酸化数あるいは有機電子論などの古典科学理論は強的な意味を失うものではない。たまた有機化学と高分子化学も20世紀に発展を遂げ、一方では、 生物学との境界において多大な進歩をもたらし、生物学を全く新しいものとした。もう一方ではそれまで存在しなかった様々な物質が合成され、工業社会の大きな発展のもとになり、同時に公害問題などにも深く関わるようになった。精味階層に記された科学実験図幕末から明治初期にかけての日本では、科学は精味と呼ばれた。 生味は科学を意味する、ラテン語系オランダ語生味の音訳である。日本で初めての近代科学を紹介する書となったのは、江戸時代の宇田川洋庵の生味階層である。原著は、イギリスの科学者、ウィリアム・ヘンリーが1801年に出版した、アン・エピトメ・オブ・ケミストリーである。宇田川洋庵はこれらの出版に際し、日本語のまだ存在しなかった学術用語に、 新しい造語を作って翻訳した。酸素、水素、窒素、炭素といった元素名や酸化、還元、妖怪、分析といった科学用語は宇田川洋案によって考案された造語である。科学という単語は河本美幸民が著書、科学新書で初めて用い、後に明治政府が正式に採用した。これは他の学問用語と同様に日本から中国などへ伝わった。 和製看護の一つとされていたが、近年では中国語からの借入れ語であるとされている。中国では、科学という単語は、住会所館が発行した月刊誌、陸号相談の1857年の号が、書出である。一般には、中国語の単語、科学は、ジョヒサ氏がイギリスの専門書、科学館原を翻訳する際に作ったと信じられてきた。 科学実験室には安全のために多数の専用設備が備えられている世界のほとんどの国では科学の専門教育は大学を中心とした機関が担っている。その中でも理学部系の科学科や専攻は基礎的な領域を工学部系では応用的な部分を扱うことが多い。薬学部や工学部の材料工学科などは専門性が高くなる研究者を 横断的につなげる学会も組織され、日本では日本科学会が全体を網羅する。研究分野ごとには、科学工学会や高分子学会などの科学系学会があり、大学や企業の研究者らが加わっている。アメリカ科学会は、多様な科学物質のデータベース整備を1907年から行っており、近年ではインターネット上でアクセス可能な ケミカルアブストラクツを公開している。国際的な学会連合は、国際純正、応用科学連合が組織され、単位や記号の世界統一に関する勧告や取り決めなどを行ったり、他の科学組織との協議を行う母体となっている。ありがとうございます。